はい、では例書です。先ほど会所でも言った通りなんですが、最初の筆の入りをよくお手本を見るようにしてください。まあ、この印刷だけではちょっと分かりづらい部分もあるんですが、よく見てどういった筆を入っているかということですね。これは普通に落としていいです。で、ここで逆筆に入りますね。で、筆をちょっと持ち上げて筆の先だけになりますね。で、細い線から始めて徐々に力が入ってきます。で、払います。破法ですね。これそうすると力の流れがぐっと入って、表現されますね。